ギュスター・ブドレガ。王が、あるいはオグル。オーグルとは、伝承や神話に登場する、人型の怪物の種族である。女性は、オーグリス、または、オグレスと呼ばれる。北ヨーロッパでは凶暴で残忍な性格であり、人の生肉を食べるとされる。一方で、引っ込み事案で臆病という面もある。知性や、賢さといったものは、ほとんどなく、人間が彼らを倒すことは、 難しくない。また、自由に動物や物に姿を変えることができると言われている。住処は大きな宮殿や城、または地下である。絵画などでは、豊かな髪の毛とボーボのあごひげを生やした大きな頭と膨らんだ腹と強靭な肉体を持つ大男として描かれている。児童文学には王がに誘拐されたお姫様を救出する勇敢な騎士の話がたくさんある。また、 ファンタジーゲームや映画の中にもよく登場する。スカンジナビア半島の国々では、オーガはトロールと関連付けられている。彼らは山の中に建てられた城の主人であり、莫大な財宝を持っていると考えられている。もともとは、人食い怪物のことで明確な名前があったわけではなかったが、オーガという名前が、シャルルペローの小説、長靴を履いた猫で初めて与えられた。 日本では鬼と訳されることが多い。ありがとうございます。